猫又。伝承により差はあるものの、十年生きた猫は尾が二股に分かれ、15年生きると神通力を持つようになる。猫又の神通力には上限がなく、加齢とともに神通力を増し、神通力が増すごとに尾の本数も増えると言われ、30年生きた猫は強力な神通力で猫又や化け猫、魑魅魍魎を従える尾が三本に分かれた猫将という妖怪になるとも言われている。猫又は人の言葉を話し、二本足で立ち、手ぬぐいを持って踊り、毛色は黒色であるほど能力が高いともされている。猫又には大きく分け二つの種類がある。一つは山に住む猫又であり、年を経た野生の山猫がなる猫又で、体は大きく尾が分かれていない場合もある。もう一つは年を経た飼い猫がなる猫又で、手ぬぐいをかけて踊るなど人間臭い仕草を多く残している。怪病には化け猫もいる。その定義は曖昧ではあるが、年を経た猫が猫型の猫股に変化するのに対し、化け猫は恨みや怨念から人型の化け猫に変化し、人を呪い祟る妖怪とされている。また猫又が人に呪いをかける場合には、その人をまたいで呪いをかけるとも言われている。猫又の起源は古く、古代中国では病気と呼ばれ、術者が病気を刺激し人に取り憑かせて呪い殺す恐ろしい術で、孤独としても記された犬神に近い存在だった。また千里という猫の妖怪もあり、年を経た山猫が神通力を身につけ、美男美女に化けて人の精気を吸うとされている。この千里が日本の猫又の原型となったと言われている。日本では平安時代、化け猫の記述はあるものの、猫又の存在はまだ現れていない。鎌倉時代に入り、初めて猫又の存在が現れる藤原定家が残した明月記という日記の中に、なんとに猫又という目は猫、体は犬のような生き物が人を七八人襲ったと出ている。この頃の猫又はまだ獣の類で、山猫や大型の猫科動物だったと考えられている。一方で京の都では猫又病という流行り病が流行し、中国からの病気の影響も見られる。鎌倉時代末期になると、つれづれ草の中に奥山に猫又がおり、人を食うそうだ、この辺りも山ではないが、年を取った猫が猫又になり人を食うことがあるそうだと、人を襲う猫又の噂が立っている。室町時代には玉物前こと九尾の狐が現れ、尾が二本や九本に分かれた獣の妖怪が登場する。
戦国時代には鍋島藩で化け猫騒動が起こり、打ち首になった主人の首を持ち帰り、その血を舐めた猫が七つの尾を持つ化け猫となっている。江戸時代の怪談集大和怪異記には猫又の日という話がある。手まりほどの怪異が現れ、さまざまな怪現象を引き起こした後に、尾が二股に分かれ、頭に赤い布をかけて立つ、年老いた怪病が現れている。金華猫の話では、大名行列の前を横切った猫を、家来が、無礼者と、切り殺した。その猫は尾まで真っ二つに切り裂かれて死んでしまった。その後、江戸に着いた殿様だったが、原因不明の高熱にうなされ、祈祷師に見てもらうと、猫のたたりであるという。そこで供養塔を建立して弔ったということである。この供養塔は現在も金華猫大明神の日として祀られている。この金華猫または金華病の名は、中国の金華病という怪病と同じ名で、中国では3年間飼われた猫が妖怪と化し、金華病になると言われていた。日本には猫又伝説にちなみ、猫又の名が残る地名も多く存在する。富山の猫又山では、もともと富士山に住んでいた猫又が、源頼朝が巻狩りをした際に、その兵を食い殺した。そのことで富士権現の怒りに触れ、黒部峡谷に逃げたが、猫又はここでも人を襲った。人々はこの山を猫又山と言って恐れた。その後、猫又退治に出向いた加賀藩の鉄砲隊が黒部奥山で満月を浴びて踊っている猫又を見つけ、狙いを定めて仕留めた。人々はここを猫の踊り場と呼んだ。福島の猫間ヶ岳では、老女に化けたメス猫を男が切り殺した。その猫は山の主、猫王の妻だった。猫王は復讐のために男の妻を食い殺して木に吊るし、した。男は怒り、天下の宝刀で猫王を切りつけ、妻の仇を討ったという話である。いずれの話も猫又は死体あるいはその一部を持ち去っている。死体を持ち去る貨車という妖怪がいるが、この貨車は猫又との関係が深く、同一視されることもある。貨車は葬式や墓場から死体を奪う妖怪とされ、その正体は猫の妖怪とされる場合が多い。年老いた猫が貨車に変化するとも言われ、猫又や化け猫は多くの物語で死体を奪い去る行動に出ている。例えば戦術した鍋島藩の化け猫騒動では、打ち首になった主人の首を持ち帰り、
猫魔ヶ岳の伝説では、男の妻の死体を連れ去っている。他にも、寺で可愛がられていた飼い猫が、貧しい和尚を助けようと、裕福な家の娘の死体を連れ去った。和尚があらかじめ猫に教えられていた呪文を唱えると、娘の死体が天からスルスルと戻ってきて、和尚は娘の父親からたくさんの褒美をもらった。といった話もある。刺繍を嗅ぎ分け、死人に近づき、血や安頓の油を舐める猫。主人に自慢げに獲物を持ち帰り、備える猫。目の形をくるくると変え、暗闇で光らして、人の子のように鳴く猫。そんな不気味な行動が、猫股や貨車のように、恐ろしい伝説を作ったのかもしれない。猫は平安時代、中国から日本に入り、経典をかじるネズミの害を防ぐ疫獣として、主に寺院で飼われ始めた。そして、その愛らしい姿から、高貴な女たちの間でも、愛玩動物として可愛がられるようになる。安土桃山時代には、琉球王国から伝わった三線が、三味線として改良され、その材料として、当時身近に手に入った猫や犬の皮が用いられた。ネズミを取り、死してなお、音となり人を癒した猫たちは、来世で人に生まれ変わる、とも言われていた。そして江戸時代に入ると、庶民にも広く愛され、飼われるようになっていく。そんな愛された猫の猫股の話もある。ある日娘が迷い込んだ山奥で一軒の屋敷に宿を買うた。そこは年を経て猫股になった猫股たちの集まる猫股山の屋敷だった。猫股たちは娘を喰らおうと画策するが、以前娘に可愛がられていた猫も猫股となってそこに居合わせた。そして娘を手引きし、他の猫股たちから助けた。といった話である。西暦2017年、猫はそれまで日本で飼育数首位だった犬を抑え、日本で最も飼われている愛玩動物となった。愛らしい猫たちは死を悟ると、その習性から人目を避け、密かに隠れて死ぬと言われている。姿を消してしまった猫たちは、人知れずどこかで、手ぬぐいをかぶり、月夜に照らされて、踊っているのかもしれない。しかし、それを見かけても、決して後悔してはならない。